間抱っこしてゼロになったらもう一回ね。7750もう一回ね。多分ね、終わったら食べれるんだね。始まるの、始まるの。食べる気にならないときやつ。まあ、体重は、まあ、ほぼ一緒。50増えてるけど、その前が7800だったんだね、この子。だから今、いい感じだと思うんですけどね。触った感じとかね。こんな体重で維持しておいてもらうとですね。そう。まあ、食べてる量は一緒ですね。前聞いた31の15とトッピングに、まあ、7g ぐらいのささみとかかぼちゃが入ってるわけですね。トッピングがあるからトッピング大好きでしょ。そうでもないですか、ね、すごい食欲なんで、うん、関係ない、もう関係なく関係なくで食べてしまう。そうなんですか。今は、はい、まあ、じゃあそれが元気だ。反対に言うとさ、美容で食べたいとこがさ、女食べてるけど時間が3倍も4倍もかかるんだったら調子悪いですよ。見して、見して、オッケー、いいね。何て見るんだけど、そうか、はい、前歯がだいぶなんかグラグラしてきて、グラグラしてるわ。本当は抜けた方がいいんだけどね。歯磨きを嫌がってないわ。7歳だよね。7歳と半の中学。これがそれね。それと。これも緩いんだよね。だからそこがすごい匂うんじゃない？前歯のところが、うん、奥歯と奥は磨いてもそんな血もつかないか。奥歯はそんな匂わないよね。匂うの前歯だよね。どうしっとりって前しましたっけ？いや、したことない。したことないですっけ？わかりました。しっとりしてさ、麻酔かけなきゃできないんだけど、麻酔かけてしっとりと一緒にもう緩い歯は抜いちゃう。触って緩い歯。もうそれが匂いの原因になってるから。でも、しっかりしとっても歯の根っこが歯根膜炎を起こしてる歯もあります。でも、まあ、とりあえずさ、しっかりしてる歯は抜かないで、ちょっと触って緩い歯は抜いちゃう。そういうことをするのも方法なんですけどね。ただ、まあ、それはすると麻酔かけなあかんからさ、全身麻酔を。でやっぱり歯石取ろうと思うと、この歯がこんだけあるからさ、そんなにはついてないんだけど、歯周ポケット、歯と歯茎の間を全部スケーリングするから、ここ1時間ぐらいかかると思うんですよ。それぐらいの麻酔時間はいるんで、まあこの子の様子だったら多分大丈夫そうだと思うんですけどね。まあ一回検討はしてみてくださいね。で、麻酔かけないでやるとしたら、もうこうやって根気よくやっていくしかない。で、特にこのグラグラのところにインターベリーを、グラグラの歯茎の方にね、つけていただいて、デンタルケアしても楽しくないですよね。ね、やめてくれるんだ、チェコちゃん、これは。ね、奥歯からいっちゃおうか。前歯最後にしようか。目
は嫌だな。もう一回声つけた。大丈夫ね、もうちょっと歯を。この歯もやっぱり嫌がるね、前歯。前歯だけは。前から嫌がったんですけど、多分グラグラなって。抜いちゃいたいな、これ。前も一本こっち抜いてもらいました。ちゃんと抜きました、麻酔なしで。嫌われるんだけど、ね。抜いちゃってもいいです、そのグラグラのは。多分ね、多分すぐ抜けると思うんだよね。前もスープすぐ抜けたんで、前だ。あれ、どこ行ったか、でかいやつじゃない。お友達、ごめんね、ごめんね、ちょっと。ごめんね、これとこれでね。とりあえずあれだけ見たいな。ちょっとご褒美あげてから。よいしょ。はい、ごめんね、どうぞ。さすが、さしてないよね。絶対これすると嫌われちゃうから。はい、ごめんね。もう分かっちゃった。もう分かっちゃったから。ごめん、あ、怒る。うん、やめた、こうなるとできないですね。2回目だから覚えてるね、なんとなく。気配をさしてる。はい、どうぞ。振らないで。ブラッシングさせて、歯ブラシ、歯ブラシ。そっちへ行かない。はい、ごめんね。違う違う、あっ。あっ、怒っちゃった。怒っちゃった。あっ、そんな風にして、うん。はい、また今度にしましょうか。ちょっと家で磨く。多分ね、そのうちね、取れると思うんですよ。ね。だからなんだっけ、お尻こっち向けて。はい。分かっちゃったじゃん。君そんなむきってしたらちょっと何もできなくなっちゃうな。うん、はい。ありがとうございます。はい、お願いします。じゃあちょっとよく観察してくださいね。お願いします。それもいる。はい、目隠しして口、前歯と奥歯、目隠しして口を、特に前歯、それから奥歯もね。あ、それと最後にちょっとだけ腰もやろう。腰？先にもう最初の1分は口やって。あとはじゃあインターベリーとネクスガードね。アンチノール。アンチノールね。はい。ちょっとアンチノールで、あれやってます家でのリハビリ？2本足立ちとか3本足立ちとか。なかなか、なかなかですか。要はね、この犬種って椎間ヘルニアが多いじゃないですか。なる前からそれやっといた方がなりにくい。だからちょっとずつでいいから、まあ、ゆっくり歩くことが一番大事ですよ ね、 ああ、はい、ね、それかもし階段もゆっくり登ってゆっくり降りるようになったらそれも大事から、あとは3本足立ち、まずは3本足立ち、
いきなり2本足立ちしんどいからさ、と2本足立ち、各種 4通り、それからあとはバランスボールの上に乗せるか、もしくはちょっと足元の悪い膝ボトンとか、ちょっとそういう柔らかいところの上に、できれば全部10秒でも、いきなり10秒じゃなくて最初は1、2秒でいいから、手支えてね、やっていただけるとここの筋肉が鍛えられるんですよ。そうすると、ここの筋肉が鍛えられてると椎間板ヘルニアになりにくいんですよ。だからなった時もやっぱそういうことをやって、あの痛みさえ和らいだらそういうことをやって、やっぱここの筋肉鍛えてやると、結構そのなんていうの、痛み止めと同じ効果が得られるっていう。でアンチノールもその腰にいいもので、それ飲んでもらえればそれはそれで全然いいんですけどもね。ごめんなさい、ちょっと刺しちゃったんで、いやいやいや、ね、ちょっとあえてさ、前は分かってないからやれね、覚えてるのこの子、はい、じゃあ、あの動画つけてもらって、はい、じゃあそうすると帰る気配が出るとこれも食べれるかな、はい、もう終わったよ、あ、分かすごい嫌だったわ、はい、食べる、クリスマスかシャリね、終わったら全然食べれちゃうじゃん、はい、どうぞはい、じゃあまたつまぐってください、はい、キルしてますね、この子ね、はい、じゃあ、あのインターベリーとネクスガードスペクタルとアンチのね、用意します、はい。